ジム、薩摩ジムさんというところに来ております。中に行ってみたいと思います。こんな感じですね。ポンと。あ、なるほど。こうですね。この高さ。もう、こうかね。こう。あれ？あ、いや。じゃあ、どうだ。元に戻す。ポン。あ、戻したけどね。ポン。そこに、ロー。右のロー。ローキック。そう。はい、ロー。じゃあ。すいません。人生はまあまあ、アマゲン TV でーす。今日はですね、はい、じゃあ私が一番苦手な格闘技と撮影に来ております。いやすごいですね、リングリング初グローブニャニャ、あのね、薩摩ジム来てます、はい、ライジンで来てます。朝倉未来とか今やってます、いろいろ、はい、あのライジンっていう大会になんと薩摩ジムのオーナーさん、はい、薩摩ロペスさんが出場が決定しました、はい、おーその応援に今日は来ております、はい、じゃあ紹介します。今の方がいい、今のもう一回、もう一回テイクって今のはちょっと汗かいて、なんとですね、この大須さんと薩摩ジムのオーナーロペス薩摩さんが出場決定しました。で、その紹介したいと思います。はい、お願いします。ロペス、あ、甘木、はい、名前間違えた。今日朝、元気元気じゃないですけど、なあ、もう今日はね、ちょまず結構作って、結構ですね、はい、結構先生足通せよ、明日構え、僕、もうちょっと待ってください、構え、いきなり、いきなり来た、こうですか、こうですね、そうですね、はい、骨ジャブ、はい、ジャブ、はい、おー、前見てほら、はい、はい、ちょっとタイムほら、おい、蹴ってみて、ほらどれですか、蹴れ、はい、はい、カット、はい、カット、カットカットじゃないですか、カット、はい、むちゃくちゃガード上げ、ブロックス、ブロックス、はい、ストレート、ドン、アンカー、はい、ストレート、ハスとせよ、ほら、はい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 、よっしゃ、行くよ、フック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 、お前、膝蹴り、膝、あはは、右の膝、膝蹴り、そう、フック、フック、ちょっと、フック、フック、あ、なんできた、膝、膝、膝、おい、アッパ、アッパ、おじま、アッパ、これ3分するんですか、ちゃんと、はぁ、次は水、あー、来た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 、水です、水です、今日、もちろん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 、ロペスさんの同級生の同級生です、僕カナダです、筑波の友です、もう30年代の親友で、30年ですか、御年何歳ですかね、今49、50です、あー、僕はバリバリ現役です、それマジで撮っていいんですか、ちゃんとカットして、ちょっとキッチンビー、初めて荒れてるんだけど昔はどういうお付き合いなんですか、うもう全部ピーチャンパだ、チャンパだ、まあチャンパですね
もういいかな、もう偏差値とか。昔から知ってて、いろんなマイナーな男だったの。マイナー、マイナー裏社会。あの表に出していい男ではなかったのよ。どっちもだと思いますけど。それが日本で一番のメジャーな試合、はい、大事に出るって聞いて、うん、本当に期待してる。あ、すげえ。長谷川ルスも出身だから。長谷川ルスも、この前ね、土屋くんちでうどん屋で、フルで相撲を取る夢を見たの。それ歓喜が来ました。今救急車通りましたけど。いつなんですか、その大会は。11月20日。沖縄であります。沖縄。緊張するんですか、今でも。なん、あんまり緊張せんだ。お前が来た時のふわっと緊張したから。いきなり金が入ったら、そもそもあんまり2回でもらったらずっとピーって入っちゃう。全部カットになるが、まあ、鹿児島大隅アントで大事に出るっていうのがすごい。すごいね。すごい。なんで出れるんですか。つらがよかでよ。ああ納得でした。イケメン。あたえめのこつ言うな。イケメン。イケメンやで。あたえめのこつ言うな。今日はもう役者がいっぱいいるのでね。自分も言う喋ることがあんまりないですけど。もうね、顔もいいけど、うん、あそこもいいのよ。だからダメ、ダメ。顔が。あれだ、いいの持ってんだって。いいの。まあ、つらもよか、まあ、顔もよかでな。出すのこれ、出すの。出すの。いいの持ってんのよ。ここの薩摩ジムの若手のエースがですね、上がってきた。うお、すげえすげえ、かっこいい。おー、やっぱり若いですね。ここでこうメダルに勘違いやけど。このオーナーから生まれた九州チャンピオン上野さん。はい、上野健司です。勘違いと思ってたから。おめでとうございます。何の大会で優勝したんですか。カマ踊り。カマ踊りとか。前回取れなかったわけですよ。トーナメントでダメだったのを今回取った。やっぱりそれはロペスさんのやっぱり教え方が、はい、指導です。一から格闘技を先生に習ってるので、そこから。格闘技何年目ですか。9年目です。9年目、はい、ぜひ次はあの日本チャンピオンを、はい、よろしくお願いします。また上を目指して頑張ります、はい。田舎にあるジムなんですけど、頑張れば実績残せるので、ぜひ興味ある方は薩摩ジムに来てください。お願いします。うっす。すごいすごいすごい。これ本格的なロペスと剣士のシャドウ見よう。ああですね、すごいよ。ああ、ちょっとお願いします。いや、その前に先輩、国野先輩、国野さんに一曲。誰でも。あ、すごい。ちょっと今日はですね、脇汗をかいてます。急遽あの紹介して、栗野さんと言って、そっち栗野にょ、栗野にょ、これで試合きなよ。じゃあ喋らせてくれない。最高の男なんで、大隅半島を代表して精一杯暴れてきてもらいたいというそういう気持ちで応援しております。なんか小林明のモノマネが上手いやつなので、いつか出しますか。あわきのテレビスパーリングをしてくれるということなので、ちょっと静かに見たいと思います。うお、ちょっとロペスさん、僕にそのミットを持たせてもらっていいですか。
大丈夫ですか。はい、うん、やるぞ。はい、足ちょっと軽くてよ。どうすんの、どうすんの。これは食らうだけ生身の人がやばいよ。パンチ、はい、パンチプレイさん、はい、じゃあこれメイベーザー、メイベーザーですか。メイベーザー、いやいや人間じゃない、人間じゃない。もうたまにスパーリング、スパーリング、次スパー、あ、お願いします。いや攻撃しないでよ。はい、スパーリングを軽くさせてもらえるということなので、さっきのこれもうこの首が終わってきたでよ。井上さんです。はい、どうも。僕は怪しいもんではございません。すいません、リングアナウンサー急に来た昔鹿児島実業高等学校応援団長井上さん、よろしくお願いします。勝ち数になっちゃった俺。勝ち数になった。 PL だね。 PL だけになった。もういいんだけど、どっちでも。はい、さあということでございまして、スタートしたいと思います。アウトだ。すげえ。まさにチャンピオン中のチャンピオン。ウェアー、イエーイ。アカコーナー、まさに人生アマアマアマチアマチこうしたやけ、格闘技でこうやって。それでは、やっと思います。おっ、スカイル、はい、逃げます、逃げます。当たんないですね。さあ、甘々、甘々、甘々です、本当に甘々です、甘々です。いいんですか。どれぐらいしていくんですか。めっちゃ甘々。メガネ、メガネ、メガネつけてますからね、俺。ボディ、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 ボディ甘き、腹が出ても美味しいよ。オッケー。かわいい。チンコチンコだ。ローブローやった。ローブロー、ローブロー。よし。ほら、ほら。いやいや。おお、これ。またんないってこれ。甘々パンチ。甘々パンチ。まさに甘々。甘々パンチ。全然。急所、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 よし、猫パンチや。一気に猫騙しや、もう怖い。うわ、あ、これ切りながらですね。おい、ラスト決死は攻撃しないで、甘くだけ攻撃。ラスト30秒。攻撃、こっち攻撃だよ。どうだ。再現。よっしゃ。はい。あ、痛い。痛い。痛い。気持ちいいですよ、格闘技は。はい、ぜひ皆さん来て打たれてください。マジでね。まあ、よく頑張った。頑張ったよね。これ入部するときはフラットキャンセル、フラットですね、フラット皆さん
あの家庭で何かあったりとか、彼氏彼女で何かあったりとか、親子喧嘩をしたりとか、いろいろ学校でストレス発散をして、あのすればいいかと思いますけど何か青木のTV、栗野さんがですね、お祝いの歌を一曲アカペラで歌ってくれることなので、京都にいるときゃ忍ぶ小林晃が終わったらですね、小中野ロペス会長がですね、俺もできるんだと大橋巨泉のモノマネ、ちょっと昭和前世紀ですけど我慢してみてください、どうぞ大橋巨泉、どうぞ。だっと教授を除いてみんな同じ答え、せーの、どんどん ギリギリついてくるねんだ。ギリギリついてくるねんだ。ギッティビー